おはようございます。今日は私の方からの報告事項は特段ございません。じゃあ、幹事の読売新聞です。2点ほどお伺いします。まず1点目なんですが、原発の輸出に関連する話で、リトアニアの国民投票で、原発建設を反対ということが判断を超えたという結果が出ております。日本のその原発輸出を推進するという政府の立場がございますが、この件についてちょっと考えございましたらお願いします。はい、まあ、リトアニアの内政問題でありますので、コメントをするべき問題ではないと思っております。この同国における今後のエネルギー政策のに関する議論、関心を持って見守りたいと思います。その、まあ、福島の事故以降、その原発の輸出ということも、その、まあ、それぞれの国での、その内政の受け止め、中身の受け止めでいろいろあると思うんですけれども、その、まあ、その輸出を進めていこうという立場ということは、特に変更はないと思います。輸出を進めていこうというよりは、正確に言うと、原発事故の経験と教訓を含めて、さまざまな我が国の経験や知見を世界と共有することで、世界の原子力安全の向上に貢献をしていく。これは我が国としての責務であると思っています。したがって、諸外国の中でですね、我が国の原子力技術を活用したいと希望する国がある場合には、相手国の事情や意向を踏まえて、世界最高水準の安全性を有する技術を提供していくという考えであります。もう一点、エネルギー基本計画の話なんですけれども、昨日前原大臣が青森での取材の手応えの中で、まあ、NA 館会議を開いていろいろな話の工程管理を進めていくという中で、その経産省関連ではそのエネルギー基本計画のことが上がっていました。まあ、委員会、基本的な委員会の再開の見通しですとか、まあ、その辺りどうなっていますでしょうか。前原大臣からもお話があった通り、今週中にも、エネルギー環境会議を開催する方向で調整をしていると承知をしております。まあ、できるだけ早く新しいエネルギー基本計画を作成したいという考えのもとで、実務的な調整を今しているところでありますが、まあ、そのエネ環会議においてもですね、エネルギー基本計画を含めて全体としての工程管理とか、まあ、役割分担、どこがちゃんと責任を持ってやるのかとか、そういうことを整理したいという意向だというふうに聞いておりますので、そうしたことも踏まえながら、前原大臣、あるいは三村委員長ともさらに相談をして、できるだけ早く策定をしていきたいと思います。各社どうぞ。大臣、朝日新聞社の大鹿と申しますが、ちょっと原発エネルギーの問題からちょっと離れちゃうんですけどもですね、今大阪のシャープの経営側の方々が言ってきてるんですが、まあ、日本のその産業競争力がこう低下していく中でですね、大臣としてはそのシャープの今の現下の状況についてはどういうご関心を持ってご覧になってますでしょうか。個別企業の、まあ、経営状況の話については一般的に経産大臣がコメントするべきではないだろうというふうに思っています。全体としては我が国の産業競争力ということでは、まあ、新興国の追い上げという大きなトレンドと足元の円高という状況、そしてさらに全世界経済全体がヨーロッパの状況を踏まえて弱含み、アジアにおける成長の鈍化の傾向が見られるということで大変厳しい状況にあるというふうに認識をしておりますが、そうしたことの中においても相対的に競争力を持っている分野をしっかり伸ばす、あるいは相対的に競争力が落ちている分野について、しっかりと支えていくということについては、全体状況を見ながら適切に対応してまいりたいと思います。例えばその産業革新機構とかですね、企業再生支援機構を使ったような支援徹底みたいなのも考えになりませんでしょうか。それは個別企業についての話です。それについて個別企業の話についてはコメントするべきではないと思っております。そのじゃあ中国やアジアの追い上げについてですけどもですね、パートナーがその本会とかそういうことについてはどのようにお考えになられますか。これも個別企業のことについてはお答えすべきではないと思っております。リランス社の上出です。原発対策になります。最近メディアを賑わしたんですが、
iPS 細胞の虚偽発表がございまして、一部全国紙、通信社がですね、大きく取り上げたために混乱を起こして、これ自身はメディアの問題であって、大変大きな問題ですが、これと重なってちょっと2つほど進みます。これに関して の海外からのリアクションなど、大臣のお知りになっている範囲で何かあるかどうかということと、この問題に関して、商品化とかですね、今後の、東京とか、そういういろいろな問題に絡んでくることもあるので、何か経産省としてこの問題に対して対応していること、検討していることがあるかどうか。1点目については、放送以外で特段何か承知していることはございません。2点目についてもですね、山中先生、あるいは山中先生が中心になさってきている、世界的にも評価されている研究が、今後実用化された場合のですね、ところに影響を及ぼすような問題ではないというふうに思います。セキュリティ氏の細胞です。いわゆるその復興予算の措置の時期なんですけれども、その被災地以外の対策について、その経産省の予算措置もかなりあると見られているんですが、今後のスケジュール的な対応をどうされていくのか、どこら辺で、ラインを引いていくのか、どこら辺のご認識をお願いします。まずですね、前提として皆さんにも改めてご認識をいただきたいのは、復興予算、中心だったのは昨年の第3次補正だったかなと思いますけれども、これは自民党、公明党、民主党3党の3党合意に基づいて、それを踏まえて、補正予算が編成されています。そしてこの3党において、例えば東日本大震災によって、新たに得た知見に基づき、緊急性を要する全国防災については、復興予算の中で行う、それから被災地域の復興のためには日本全国の経済の活力を維持して、特にサプライチェーンの観点から被災地直接ではない部分についての産業振興についても一定の範囲で行うということは、全ての党とは言いませんけども、野党を超えて共有をされていた。でそしてそのことをしっかりとお示しをした予算案として国会でご審議をいただき、ご了承いただいた感じで、経済産業省については特にその産業振興立地補助もここになろうかと思いますが、まさにそうした各党ともご認識をされ一致をしていた方向性に基づいて、ご予算の中で立地補助について被災地以外の今後も行う、いくつか指摘を受けたことについては、報道等で指摘を受けたことについては精査していますが、今のところやはり被災サプライチェーンなどとの関係で被災地の復興に資するものであるというふうに認識をしているところでございます。例えばそのエネルギーインフラの減災措置であるとか、収穫衛星であるとか、あるいはその上流関係 の出資などもありますが、そういったものもサプライチェーンの維持の減災の範囲であると、それらのことは予算案あるいは予算審議の段階でしっかりと復興に資するものであるということでお示しをして、国会でも特にご異論なくそういった個別の意見をご了承いただいているもので、ただあえて申し上げれば我が省以外のところでは、あるいは我が省を細かく精査すればいくつかある可能性否定しませんが、もちろんその財務を使うことが適切で、あるのかどうかということの指摘についてはですね、真摯に受け止めて、精査しなきゃならない部分があり得ることは否定をしません。ただ特に我が省の中心になっている、立地補助金等についてはまさに被災地だけ復興するということがありえないわけで、サプライチェーンなどでいろいろつながっているわけですから、そちらを支援することで被災地を復興に資するというものも復興予算を使うんだということをあらかじめお示しをして、それで国会審議等の特段ご異論なくというか、むしろそうすべきだというのが当時野党の大方の皆さん含めてのご意見だというふうに認識をしています。ただ復興段階あるいは日本全体の経済の状況の段階等は1年経てば状況変わっておりますので、今後はですねより被災地直接の予算に特化をしていくべきではないかというふうには思います。
時事通信社の飯塚です。昨日の講演をお聞きして、その後の質疑を冒頭のところでちょっと気になった部分がありまして、この原発ゼロですね、2030年代、これについて、この面も含めて、代替エネルギー、これをまあ十分に確保できたらゼロにするというか、そういうことでおっしゃられたんですが、もしできなかった場合に、その原発ゼロには、できなければしないということになるんだと思いますけど、その前、新増設を行わないとか、40年廃炉の原則というのは、これはどうなっていくんでしょうか。私たちは、困難は大きいと思いますけれども、できると思っています。できると思っているのは、これまでも説明されていますけど、その政策である以上、できなかった場合に、どうするかというパスについても示していただかなければ、もし それできなかったらどうにもならないエネルギーが不足するでは非常に困るわけですが、私は可能性としても十分できると思っていますし、家庭の話で今からすればできるものもできない、やるんだという強い決意が大事だと。じゃあその30年、その過程の話ということで言えば、その逆にその代替エネルギーが確保できなければ30年代ゼロにするということを、ゼロにはしないということをおっしゃるのも変なんじゃないですか。そう私は申し上げていません。決めたのは30年代ゼロと可能とするよう、あらゆる政策手段を投入する、決して簡単なことではない、できないとおっしゃっている方もいる。でも私たちはできると思っているし、その決意は揺らがずに進めていく。できなかった時のことを考えながらやっているようでは困難が大きいのは間違いありませんから、できることができる、したがってまずはできる、やるという強い決意のもとで進める、こういうのが私たちの政治的な強い意志。できなかった場合の責任はどう取るんですか。私たちに2030年代まで政権を一貫して預けていただければやります。US テレビの佐藤と申します。昨日経済分解の長谷川外務幹事がいらして、 TPP と TPP の交渉参加に一緒にしていただきたいという気持ちになっていました。会談の冒頭で枝野大臣、引き続き早期に政府として国際経済できるように、消費者も個人としても強く努力をしたいとおっしゃったんですが、この現下の情勢の中で具体的にどういった努力というのを想定されていらっしゃいますか。ではまさにですね、さまざまな国内のご意見がある、あるいは関係国との協議の中でもいくつかの課題がある、これらについてできるだけ早く決着をつけて決断できるように、経済産業省としてできることは最大限進めていきますし、あるいはまたそうした客観状況について努力をすることと同時にですね、総理にぜひ決断をしていただけるように、私からも繰り返しお願いしていただきます。フリーランス社の方です。まず簡単にで、現実に、いろんな政局のやり取りがある中で、どういうスケジュール感、タイミングでですね、この問題をやっていくのか、大変、現実的には非常に難しいと思われるんです。どういうふうに考えていますか。 TPP についてです、まさにさまざまな国内にもご意見がある中で、正式な参加表明という政治的決断をできるかどうか、まさにギリギリの努力をしているわけでありますので、どういうタイミングでどういうやり方ということを申し上げることは逆に言えばできないということです。関連です。すみません、自民党伝えられたときにありました、自民党はですね、TPP 慎重であるということで、経済界の方が大変焦っておられて、このことに関しては民主党を、支援してやろうと、この辺の、ギャップもあるんですが、この辺についてはどうお考えでございますか。経済団体に限らずですね、すべての国民の皆さん、それは自然人、法人を問わず、ある国民の方と政府の政策、あるいは民主党なり自民党なりの政策が 100% 一致するということはありえないわけですね。必ずある部分は一致するけれども、ある部分は違う、この部分は自民党と近いけど、この部分は民主党と近い、この部分は共産党に近い、皆さんでも多分個人に戻った時の政治的な意見は
それが当たり前だろうというふうに思います。そうしたことの中で政府としてはまさにその公的な責任を負っているわけでありますので、どの党をご支援されているのかとか、どういう立場の団体であったり個人であったりということか、そういうことがおっしゃっている方の特性にかかわらず、国民の皆さんの意見をに耳を傾けながら、我が国の国益あるいは国民益の観点から適切な判断をするということでありますので、別にそのどの団体がこれについては自民党に近くてとか、これについては政府の考え方に近くてということは関係のないです。デイリー東北新聞社の田中と申します。青森県の新聞社なんですけれども、その原発のプルサーマルについてお伺いしたいと思います。実はプルトニウム3の視点からちょっとお伺いしたいんですけれども枝野大臣、新戦略決まった後にですね、青森県の方にいらっしゃいまして、プルサーマルを継続するということをおっしゃっていただいたんですけれども、一方で新戦略には、40年廃炉にするだとか浸透説はしないという文言も入っておりまして、今のプルサーマル計画だと全国の18基の原発でやる予定なんですけども、40年廃炉を当てはめていくとだんだんと原発に減収してきまして、最初に工場から出るプルトニウムをもう消費しきれなくなるという状態に、いわゆる、養殖プルトニウムが出るという状態になるんですけども、その状態というのは、いわゆる何度も動いて出なくて矛盾しているということがよく出てくるんですけども、その点についてどう思うかというのがまず1点と、あと養殖プルトニウムを出さないというのは国際社会でお約束されていると思うんですけども、今後もその考えというか方針は変わらないのかというのを教えてください。まずですね、新たに出てくる使用済み核燃料と再処理をして出てくる新たな燃料、そしてそれをどうプルサーマルの中で使っていくのかというバランスについては、適切にですね、バランスを取っていかなければならないなというふうに思っています。実は今規制委員会が現在存在する原子力発電所について今後も稼働できるのかできないのかということを独立した立場から順次精査をしておられます。40年廃炉原則もこれ法定されたものであります。こうしたことで特に今後どれぐらいの使用済み核燃料が出てくるのかということについては、ちょっと確定的なことが言えない、あるいは見通しが立てにくい状況にあります。そうしたことの中で出てくる使用済み核燃料が、減ることは間違いない。かといって出来上がった MOX 燃料の使い先も減っていくということは間違いない。ということの中でどうバランスが取れるのかというのは、これは技術的にも専門的にもですね、精査をしながらバランスをしっかり取っていく。しかしまさに、今この国の使用済み核燃料については、核燃料サイクルを回すことによって対応するというこの考え方は変えられない、変えないということを申し上げておりますので、その枠の中でしっかりとバランスを取りながら進めていく、そうしたことの中で過剰プルトニウムを持つべきではないという国際社会の理事に対しても対応するべき努力をする、なかなかこのバランスを正直で簡単なことではないということは十分承知していますが、まさに今長年青森との皆さんと結んできたお約束を変えることはできないし、現にたくさんの使用済み核燃料があるということも変えられないし、もし再処理をしないでゴミにするといった場合の、ゴミにした場合の受け入れ先がない、これらは前政権以来積み重なってきているある意味のその最後の部分なら矛盾でありますが、それが現実でありますから、その現実を踏まえながら、しかし青森との皆さんとの約束を守りながら対応を時間をかけて解いていくしかない、これが正直な対応だと思います。エネルギー基本計画なんですけども、繰り返しになるんですが、その野村委員長はそのいわゆるエネ戦略との矛盾点を明らかにしない限りは、総エネと開かないと、そういった発言されておりまして、枝野大臣は要は矛盾点はないと、この間の記者会見で調べていたんですけども、その点について、その野村委員長が、あるいは前原さんとの、その協議の中で、解消はされたんでしょうか、その矛盾点があると矛盾点がないという議論が平行線のような印象があるんですけれども、その点はどうでしょうか。
まず前提として、なんかそこで意見が対立をしているということを前提にお尋ねになっているようでありますが、三村委員長 のご意見なりご見解なりは総合委員長でもご発言をされていましたから、その限り承知をしておりますが、決して何かこう対立しているとか、このお互いの意見のところで矛盾をしているという認識をしておりません。ただ適切に スムーズな議論を進めていくために、どういう段取りでどういう議論を進めていこうかということについては、委員長のご見解もありますから、それも踏まえて今調整をしているということであります。先ほど先生、原発の話2点ほどお願いしたいんですが、先ほどの時事通信で質問で思うのは、ちょっと国語の問題というかですね、30年代の原発ゼロを目指すと、それは、新エネ、省エネの技術なり、普及が進んだことをもって、それを、実行に移していくということだと思うんですが、そのであるならば、その新エネ、省エネの進み方に、進捗状況に依存するのであれば、その40年廃炉もですね、40年廃炉を目指すというような表現になるべきではないかなという、そういうここの問題が思うんですが、そこはいかがでしょうか。まず正確に言うと、その30年代に原発ゼロを目指すとは言ってなくて、言い方としては30年代原発ゼロが可能となるよう、あらゆる政策手段を投入する。そして一日も早い原発に依存しない社会を実現するというのが正確なところで、でその中で、昨日の説明とも重なるのかなというふうに思いますが、原発に依存しない社会を実現をしていく、この方向、これが明確です。まさにそこに向けて進んでいくんです。でその進んでいく一つのやり方としてですね、これはまさにある時間が経過したものをやめていくことによって原発を減らしていくというのは、これは適切なやり方だというふうに思っています。その結果減らしていくけれども、いつゼロにできる状況になるということについては、例えば党内の議論においても、あるいはその総合エレクションの議論においても、あるいは国民の皆さんの声相当な幅のあるご意見がご認識があるということの中で、政府としては40年代ゼロが可能だという認識のもとで、そのためにあらゆる手段を投入するということを決めたわけであります。これを実現するためにもですね、その原発は減っていくんです。減っていくということは、原発に代わるエネルギーをできるだけ安いコストで増やしていかなきゃならないということを、単に政治なり行政が言うだけではなくて、社会的に何て言うんでしょう、やらざるを得ないプレッシャーをかけていくということは有効な手段だというふうに思っていますので、40年廃炉原則に従って、少なくとも、それ以上にいけるかもしれませんけど、その安全との関係、少なくともそういうペースが減っていく、少なくともそのペースよりは早い、省エネ再エネを進めていかなきゃならないという、なんていうんでしょう、ハードルを立つということは、私はその困難だけども実現すべき課題を実現していく手法として適切だというふうに思っています。なお、2030年代に原発ゼロを可能とするといった場合の可能とするための要素は、一番大きなもので、なおかつすぐスタート着手ができる、あれすべきものは省エネと再エネですが、先ほどお話のあったですね、例えば使用済み核燃料、高レベル廃棄物の処分問題なども、これを解決しないと実はやめることも進めることも何ていうんでしょう、破綻してしまうという状況であり、そういった意味ではやめていくためにもこの問題は解決しなければならない課題であるというふうに思います。もう一点なんですけど、頭の整理をしたくてですね、今更質問なんですが、昨日の会見、日本記者クラブのご講演でもですね、その原発50基ですかについては必要性をこの政府がすでに表明しているんだと、革新戦略で表明されていると思いますが、で50基ではなく、例えば49基とか48基でもいいんですけど、そういうニーズの観点からして50よりも少ない数字じゃなくて全部50、全部必要だというのは、これはなぜなんでしたか。すいません、まず正確に言うと、安全な確認をされた原発は、重要電源として活用するということを決めました。
まさにですね、昨年の3月11日まで、それらの原子力発電所に依存をして我が国の社会経済は成り立っていたわけで、その依存状況から脱却をするという方針は明確に決まる。これは時期は決して明確で、そしてその目標は2030年代にそれを可能とするという目標を定めていくということの中において、その今そこに向かっていくプロセスとして、例えば原子力に代わる省エネや再エネというものは昨年の 3.1 以降、多くの国民の皆さんが節電にご協力をいただいているとか、それから例えば固定価格買取制度がスタートした、これによって今飛躍的に再生可能エネルギーが拡大をしているという状況ありますが、少なくとも福島の、発電所はこれは将来にわたって 3.1 以前と比べて減っているという状況の中、今後は全ての原子力発電所が安全の適宜の観点とか、あるいは地元の理解という観点とかで決して全てそのクリアされて稼働できるようになるとは思えないという状況、そしてさらに時間が経過していけば40年代の年数が適用されて順次減っていくという状況の中では、安全が確認されたものについては活用をするということでないと、その例えば電気料金の観点であるとか、あるいは需要と供給のバランスなどの観点で非常に厳しい綱渡りになるということは、これは効果的に判断するということで、ただしだからといって安全確認できないものや地元の理解が得られないものは認めないられないし、あるいはその40年配慮のことはしっかりとしていくということがありますので、むしろその何て言うでしょう、安定供給や価格の観点からすれば実はもっとあった方が楽だという状況だけれども、でも安全確認されたものしか使わない、地元の理解が得られたものしか使わない40年配慮保険則は適用する、こういう逆に厳しいその制約をかけた中では活用せざるを得ない、こういう何て言うでしょう、思考の順番でああいう結論に至った。大臣は日頃からですね、原発は原則なければない方がいいというふうにずっとおっしゃっているわけ で、仮にその安全委員会が50基のうち何基を認めるかは今後分かりませんけども、可能性としてはですね、50基のうち全部50基安全だというふうに認めることもあるかもしれないわけですよね。それが50基なのか40基なのか分かりませんけども、ね、でその中でそれはそのもしその国民の電力のニーズ問題であるとか価格の問題であるとか、そういった観点からある程度その許容できる状況の中でその50基もいらないんじゃないかという状況がひょっとしたら生まれるかもしれないわけですよね。そしてそれであるならば、そうした状況の時にその政治の判断として、いやこの1基とか2基とか3基とか分かりませんけど、この原発はいらないんじゃないかという、その辺の政策の余地を残しておくこともできたんじゃないかと思うんですけども、それを全部しないでですね、要するにもう認められたら全部、OK だというふうにもう判断してしまったのはちょっと不思議に思うんですけども、まさにだけどそういうことがあるから、この状況を踏まえて柔軟にやっていくということをつけているのは、皆さん一方的に使う方向だけで柔軟と勝手に思い込んでますが、必ずしもそうじゃありません。例えば今の見通しでは、その政府会の判断とそれから地元の理解が必要です。これは個別のところ私の立場で申し上げてまずいんだろうと思いますが、なかなか地元の理解が得られそうもないなと今から予想のつく原発も少なからずあります。そういった状況と、それが間違いなく40年廃炉原則が厳格適用されてされれば廃炉が決まっていくものもそんなに遠くないものから順次に進むという構造を考えたら、今の状況ではそのしかも新エネ省エネの、特に新エネも省エネも大きく効果を上げてくるのは5年とか7年とかそういう時間かかりますよね。ということを考えれば、少なくとも足元のところでは、そのなんて言うんでしょう、その必要性の観点だけに立ったとしてもですね、実はむしろなかなかこの数では安定供給とか、こっちの観点ではかなり厳しい状況だというのは私は判断できる。ただまさにですね、思った以上に例えば地元の理解を得て全ての原発が安全でとかということが仮にあった
で一方で思った以上に早く省エネやその新エネが進む、ということがありというところではそれは柔軟に考えているということは必要があります。ただそのためにはこれはおそらく立法措置が必要になる、法律がいるだろうと、つまり安全だと確認されて地元の理解も得ているけれども、それを民間企業の持ち物であるだとか、それを勝手に廃炉にしろということを今の法体系ではやることはできませんから、新たな立法措置も必要なことですから、それはもし今後そういう望ましい状況になったら、あれなりそうだとなったら、その時にまた立法措置を含めて検討する。法的な問題と繰り返しなの必要性の観点から言えば、50基全部が、あるいはその多くの原発が動くような状況に今なりにくい状況というのを踏まえれば、なるべく多くの原発が動かせるような本にしておいた方がいいだろうという状況判断した方がいいというよりは、そうでないとその例えば安定供給の観点から、あるいはコスト価格の観点からもですね、なかなか社会全体としては許容できない状況になるということが見込まれるので、やむを得ず重要電源として活用するということです。事前にですけれども、ちょっと話が今日の話になるんですけれども、ルネサスの問題で、報道によりますと、1500億円 の、 税金を使って、そのパッチン機構が支援をするというふうな旨の話もありました。個別の話なので、そこはあれなんですが、その税金を使って、いわゆる支援すべき企業と、そうではない企業というのを、どういうふうな線引きで、大臣が考えられていらっしゃいますか。まず個別企業のことについてはコメントを差し控えたいですし、決定をするときには報告があるんだと思いますが、産業革新法現時点で何か決定したという報告とはありません。なかなかですね、その抽象的な基準が申し上げられますけれども、個別の判断は非常に悩ましい課題だろうというふうには思いますが、単なる個社の問題ではなくてですね、まさにサプライチェーンなどを含めて、あるいはその企業の持っている潜在的競争力の観点から、それが個社の競争力ということにとどまらず、我が国の競争力として重要であるというような観点で、まさに個社のためではなくて、まさに日本経済あるいは日本社会全体のために、必要やむを得ないということ、そして出資をする以上はしっかりとその出資に見合ってですね、いずれ回収ができるという見通し。後者についてはね、プロの技術マンも難しいわけですから、なかなか判断難しいことがありますが、それだけで特にまさに個社のためではなくて、日本社会全体のために必要であるかどうかということが大事な判断だと思います。NHK の渡辺です。先ほど TPP について大臣がお伝えしましたので、その中で総理に決断してもらえるように、関係国の協議をめぐるその課題に決着をつけるという旨のお話があったと思うんですけれども、これは具体的に言うと、交渉参加している最大 の、 アメリカは自動車分野での自由化、一段の自由化を求めているんですけれども、所管 の、 経産省として、これをめぐって何かその交渉、事前の交渉を進めていくという、そういうことでしたでしょうか。まず、関係国との協議の中身については、いろいろな報道がなされているような承知をしておりますが、相手国がある問題でございますので、その中身について、私から申し上げたり、示唆することはできないということであります。私が申し上げたのは、関係国との協議の件もあるし、あるいは、これは経産大臣としてというよりも、政治家として、その国内的に、合意形成を図っていくということについての環境整備を努力をしていく、その両面で何か特定のことを指すということよりは、全体として、環境整備にさらに努力をしたということも思います。国内の合意形成の話ですけれども、民主党の中では TP がそれを議論してきたんですけども、この TP の中でその交渉参加の是非をその説明を出すということが、参加派の判断の前提になるんでしょうか。これはまさに今内閣の中で TPP についてある意味では全体統括をしてみている前原国家戦略大臣が、
政策政策調査会長として党としての見解をまとめておりますので、正確に前原大臣から説明していただいた方がいいと思います。